チェンジ、Android 版と iOS 版で、この、ストラクチャーブロックが使えるようになりました。遅すぎるー。ということで今回は、ストラクチャーブロックについて少し紹介していきたいと思います。ストラクチャーブロックとは、主にブロックなどをコピーするために使うものです。こんな感じで、今からやり方を説明します。試しにこいつをコピーしてみます。まずストラクチャーブロックを置いて、すると枠が出てくるのですが、この場合横に行きます。上に2マスぐらいはみ出している状態です。なので、このサイズの値を大きくして範囲を広めましょう。コピーする範囲を指定できたら今度は構造体の名前を適当に決めます。ここではとりあえず B という名前にします。それが終わったら保存を押してください。次にコピーしたいところにストラクチャーブロックを置きます。ここの保存をロードに変えましょう。そして先ほど名付けた構造体の名前を打ち込みましょう。この動画では B と名付けました。あとはロードを押すだけです。これで完成ですね。コピーするならクローンコマンドでいけるって思う方もいると思いますが、ストラクチャーブロックはコピーするだけではなく、回転や反転させることができます。ストラクチャーブロックはコマンドでしか出せないので注意。皆さんも建築などに使ってみてください。